私の妹、中島まなみ、平凡な小学5年生。これが私、中島さなえ、平凡な高校1年生。はい。あ、管理人です。あ、どうも失礼します。え？引っ越しそば？ええ。この町内の会長がお蕎麦屋さんでして、まあこれが何かとうるさい人なんです。じゃあどうも失礼します。町会長がお蕎麦屋さんじゃ。隣が2軒上と、下、上も下も。さなえ、あたしが行くの？いつも使うあたしなんだから、たまにはまなみも。すいません。お待ちどおさまでした。551号棟の601号室。はい。知ってた？この団地の近くに中島家のお墓があるんだって。知らない。よし行こう。ねえ、何年ぶりだっけ？お墓参り。ああ、一番最後がおふくろが死んだ時だから。たなえが生まれる前よね。ああ、一番最後にお墓参りしたの私の生まれる前だって。パパとママよく今まで罰が当たらないで。くわばら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 。パパパパ、こっちじゃない？こんな奥だっけ？
らいってどう書いてある？荒れ放題。クワバラクワバラ。せーの、よいしょ。の遠い先祖はエジプト人なんだ。あの時だわ。お姉ちゃんお願い取ってきて。まなみ一人じゃ怖くてお墓行けないもん。ねえ、お姉さんでしょ。もうどうしてまなみの落としたブローチまで私が取りに行かなくちゃいけないの。頭にくるな。この世を不幸のどん底に陥れる51匹のナイルの悪魔が逃げてしまいました。この世を不幸のどん底に陥れる51匹のナイルの悪魔。はるか紀元前のその昔のことでございます。エジプトにまだ文明ができる前のことでございます。その頃エジプトを支配していたのが51匹のナイルの悪魔だったのでございます。人々は不幸のどん底に陥れられ苦しい生活をしていたのでございます。この不幸のどん底のエジプトに51匹のナイルの悪魔を退治してくれる者が現れることを月に祈ったのでございます。
その願いが通じたのでございましょうか。この不幸のどん底のエジプトを救う者が現れたのでございます。その名はトトメス。51匹のナイルの悪魔はトトメスに退治され、人々は素晴らしい文明を作り上げたのでございます。以来私はこの世を不幸のどん底に陥れる51匹のナイルの悪魔を封印し、この世に出すまいと守り続けてきたのでございます。ではあなたがトトメス？遠い昔の話でございます。でもあなたが再び51匹のナイルの悪魔を退治しないと、この世は不幸のどん底に落ちることでございましょう。そんなもう私には51匹の悪魔を退治するだけの力がないのでございます。大丈夫、今は24時間戦えるドリンクとか、鼻血が出ちゃうほど元気いっぱいになるドリンクがたくさんありますから。あんた私をおちょくってんの？いえいえ。さっきから妙になれなれしいけど、あんた何も？中島さないです。中島？するとお前は私の孫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 の。じゃああなたは私のおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんの遠いおばあちゃん。遠い孫？ごめんなさい、ピラミッド壊したのは私です。何？なれば我が遠き孫さなえよ、お前がトトメスとなり、この世を不幸のどん底に陥れる51匹の悪魔を今すぐ退治して、この世の平和を救うのです。え？イブンバツータスカラベルージュ。私はこのピラミッドの中でトトメスが51匹のナイルの悪魔を1匹ずつ退治して捕らえてくるのを待ちましょう。忘れていました、このことは遠いおばあちゃんと遠い孫の秘密ですよ。はい。経済帝国だ。管理人に引っ越し場を配らない経済大国がどこにある？ありがとう。ママは商店街見てくるって。そう。Thank you.
ューマツータスカラベルージュ。やっぱりこういうことは照れをなくして。判明した。君、関係者を一堂に集めてくれたまえ。はい。さっぱりわからないですよ。どうしたんですか？私はわかんない。どうなんですか？何があったんですか？何があったの？何なの？トトメスが。トトメス？何だそれは。何なのそれ。私は何でも知っている。ナイルも何でも知っている。さあ、トトメスが解き明かそう。善良な市民を。不幸のどん底に陥れようとしているのは。お前だ。観念したまえ、ナイルの悪魔。お前が管理人さんのひがみ根性に宿ったことを。管理人に引っ越し場を配らない経済大国がどこに来る。このトトメスは見逃さない。嘘だ、証拠があるのか。ない。
あと50匹。大丈夫ですか？大丈夫ですか？お姉ちゃん、今日は忙しかったから夕飯はザルそば取るんだって。すげえ。子供を襲うベートーベンの亡霊、やはりナイルの悪魔の仕業か。そしてついに七海の通う小学校にも交響曲運命の響きが。次回の不思議少女ナイルのトトメスは何を血迷うベートーベン。お楽しみに。悪魔が君を狙っている。